26トンか。よし、じゃあこれ運んできましょう。よし、ちょっとまたクリスマストレーラー探しに。オイルですね、26トン、340キロか。ちょっと走っちゃいましょう。よし、はい、じゃあ今回は石油ですね。トリスさんって書いてある。結構量、おー、なんかちょっと色合いが合ってるかもしれないよし、ささっと行っちゃいましょう。すごい雨。ここを右か。おっと。ごめん強引に入らせてもらった。確かにまたちょっと危なっかしいものが続いてますね。あ、首が曲げられなかった。長いトンネルか。ん？トンネル出口で大丈夫？な、何や？おお、びっくりしたまた事故ってんのかと思った。雨がすごい。でもやっぱ町から出るとだいぶ軽くなりますね。大別ありそうだな。100キロ制限ですね。おお、早っ。結構な上り坂ですね、ここ。あ、車線がなくなるタイプだ。そし、違ううわー、最悪ですねこれ。今だったら間に合うかな。路肩、さっと路肩行けばよかった。後ろ来てるかな。ちょっと2番機危ない。あ、こんだけあれば行けるか。これ行く気ないですよね、この人たち。全然回避するつもりが。ああ、雨やんだ、雨やんだ。おー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 おお、いけるかな。あ、ないないない、回避したのここまで頑張ってえたのか。なんだなんだまあいいや。おお、空港ですね。はいか、すごいすごい。オランダの何空港だろう。結構でかい空港だな。
ですね、空港。またフライトシミュレーター生放送したいんですけどね、重すぎてできないですね。エクスプレーン11もちょっとやってみたいんだよな。あ、もっとまずそう。ありがとう。あー、アムステルダム国際空港。なるほど、そうかもしれませんね。あー、ちょっとこれまた事故ってますね、これ。突っ込んでる。追突多いですよね。危ない危ない。通常だとこんな事故はないですよね。あ、嫌な予感するな、嫌な予感する。トラ魂さん、どうもです。うん、あー、嘘。取られちゃった。流れに乗ってると思ったんですけどね、まさかの。みんな大別取られるんじゃないですか、あれ。流れに乗ってたと思ったんだけどな。何キロ制限、80か。さっきのとこだけ40とかだったのかな。ガソリンはまだいいかな。よし、オランダは電光掲示板に偽装してるんだ。嫌ですね。実際もそうなんですかね。やらしいな、それ。うん、あー、危なそう。あー、ハザード出してますね。これちょっと失礼。あー、もうぶつけちゃった。よければよかったな。なんか最近事故が多くなってる気がするな、これ。いや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 、早めに事故だの場合は回避しないとダメですね。ほんと詰まっちゃうからな。1000ユーロぐらいは飛びましたかね、もうすでに。短距離きついんですよね。お金もそんな、今回1万ユーロぐらいでしたっけ。あー、危ない気がするけど大丈夫か。これは出てくるのに要注意だな。あーあー、事故ってる事故ってる。バスの下敷きになってましたね、今のは。あれよく起きる事故なんだよな。第一、右車線はかなり面倒ですよ。追い越しをしょっちゅうしなきゃいけないのと。これ右車線だと、よいしょ、あー早いな。
構すぐ追い越してきますからね。スピード上げていこう。出てきそうだったな。よし、この後ろのトラック危ないな。危ない。これ系は慣れましたけどね。隙あらば入ってくるからな。ちょっとライトつけるか。うわ、大渋滞になってんな。追い越し車線ずっといるから。いやー今助けましたよ、この車のことを。あー、無駄にダメージ食らっちゃったな。でも罰金にはなんなかったですね。これは右か。車線変更が本当怖いんですよね、この人たち。全然ここでインターが結構距離あるな。まあ、400キロぐらいですもんね。自動ブレーキ装置欲しいですよね。ちょっと怖いな。やばい、危ない。間違えた。これをもう危ない。よし、確かにこのユーロトラックはミラーがすごい綺麗ですよね。あのバスシミュレーターミラーがバグってるんですよね。バグってるというか描写がおかしい。ちょっと燃料があれか。おお、休憩所があるな。まあまだいっかな。あー、でもせっかくだから寄ってくか。いやー、まだ半分あるからな。いや、次で給油しましょう。自動ブレーキ入れたらほとんど AI 操作ですよね。なんか音で知らせてくれる的なものがあって面白そうですよね。あ、こういうところはオービスあるんで気をつけましょう。80キロ、あー、ドイツ入ったかな。オランダからドイツ入ったっぽいですね。地味な国境だったな。すごい地味な国境でしたね。わあ、呪いのがいる。抜かしたいな。対向車がいなければいけるか。どうしよう。ごめんなさい。あー、こすっちゃった。あー、危な。
速度計のモッドは入れてないですね。普通にリミッターを解除してるだけですね。もうちょっとしっかり寄っとけばよかったですね。もったいない。危ない。お ハンドル取られちゃった。やばい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 、やばいな。ぶつかったかと思った。そっち側にぶつかっちゃった。最悪でしたね今のは。結構ギリギリだと思ったら。はい、カーブはやっぱゆっくり行かなきゃダメですね。中島マンさんのまじましです。荒ぶってますね。また高速か、こっから。ここ寄ってこうかな。ちょっと修理代で飛びましたね今回。報酬かなりダメージ食らっちゃったな。おっと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 、おっと、危なっ。ハに坂道だった。なんだったんだろうあれは。また追突するとこでしたよ。よし、ここ入ろう。かなりギリギリでしたね。怖い怖い。もう罰金もダメージも食らいたくないな。トルクは消えちゃいましたね完全に。何のモッドか忘れちゃいましたね。まあいいでしょトルクはもう。よし満タンになった。はい、伊沢山さんおやすみなさいです。さあここが合流がほんと怖いんだよなこれ。いいですよねこの合流。ああ、ありがとう。また左入んに聞きないんですけど。入れてくれ、入れさせて。ちょっとで夜になるんで、夜になれば怖いな。あー出なくてよかったな。ごめん。こっちの車線で行きましょう。クロさんこんにちはです。11時か。今日10時ぐらいからスタートしてますもんね。もう1時間経っちゃうのか。これで出てほしいな。今度は右か。何この車。
訳が分かんないところで止まってたな。あ、こっちが優先でいいのかな。うわー、任天堂入ってきた。そっちが優先か。いまいちこの海外内どっちが優先か分かんないんだよな。わさびさんお疲れ様です。あ、思いっきり抜かされてる。ロクチさんどうもです。また抜かされた。あれ遅いな。行かないのそれは。まあ確かに行けないか。ここ右ですね。おー危ない。こっからずっと、あーもう着きますね。よしよしよし、近づいてきた。こっち優先ですよね。バンバン入ってたけど。スティーブさんおやすみなさいです。ドクターさんこんばんはです。2016さんこんばんはです。オービスありそうだな。60キロか。あら、これか。あ、ジョブマーケット見つけた。おっと、ここかな。よし、鉄ミクさんどうも、初めましてです。ここですね。結構狭い。結構狭いぞ。このタイプの駐車場なんか初めてな気がするな。よし、ゆっくり行きますか。このタンクローリーですか。これ難しくないですか。長いのかな。ようやく入った。でもちょっとやっぱずれてんだよな。よし、あー、ようやくできた。いけましたね。よかったよかった。あー、よかった、いけましたね。